これは紛れもなく戦争なのよ。キーナーは私たちを狙ってる。やっと一歩踏み出せたと思ったのに、またしてもこれ。バカな真似して言い争ってるだけ。もううんざりよ。あのクソ野郎は死ななきゃならない。そのためならどんな手段だろうが、誰と組もうが構わない。ごめんなさい。あなたのせいじゃない。やっとのことで勝ち得た平和をまた失ってしまった。奴を捕まえる。必ずよ。なんてことだ。アマーストがドルインフルを撒き散らした時と同じ惨状だ。俺はディビジョンも、ディビジョンが持ち込んだ流血沙汰も抜きでヘイブンを立ち上げた。だがフェイはどうだ。あいつはディビジョンであることをいいことに今まで好き放題やってきた。ここに入れてやったことを後悔させるなよ。そうなったら絶対に許さん。まったく前途多難なスタートね。それぞれ複雑な思いを抱えてそうだし、安全な場所を確保しておきたいっていうローズの気持ちもよくわかる。でもダメ、世の中そううまくはいかない。こんな状況ではあるけど、ゲームオーバーではない。私たちにやれることはやらないと。キーナを探し出し、裁きを下す。私たちはディビジョン、諦めはしない。ローズもじきに心を開くだろう。そう願ってる。本当はいいやつだ。信念がある。ああいうやつが必要なんだ。だがお前のような人間も必要だ。信念があるのは立派だが、それじゃ腹は膨れないし、ライカーズからも身を守れない。俺に一番必要なのはカーマンズのコーヒーだけどな。インスタントじゃ満足できん。まあ贅沢言ってる場合じゃないが。
ーネルはローグになる前 RPA パイロットだったからドローンについて熟知してる。キーナーのために改造ドローンで偵察してるはずよ。それをピースキーパーが撃ち落としたの。墜落現場に行ってパーネルの手がかりを探してきてほしい。電子機器を検知。敵の放送を受信。僕だ、いるか。聞こえてる。状況はどうだ、テオ。警備が2人、6時間シフトで交代してる。エージェントじゃなくて JTF だから楽に対処できる。他には？パトロールが1時間ごとに回る。4人から6人のチーム。これも大したことない。建物の方は？アイザックにビルの略図があった。コンリーがどこに爆薬を仕掛けたら最も効果的か記しといた。よくやった、テオ。いてくれてよかった。パーネルを見つけるにはもっとデータがいる。別のエージェントによる報告を近くのコミュニティに送ってもらった。参考になるデータがあるはずよ。2つのデータを照合すれば正しい方向に導かれていくはずよ。
ーネルのドローンの信号を追跡したらどうも刑務所から来てるみたい。まだそこにいるといいけど、まあ彼の機材くらいは残ってるはず。俺も参加しよう。サポートが必要だろうしな。あのガキがどんな悪だくみをしてたか確かめてやる。ローグのストライカードローンを検知。敵の無線を傍受。エージェント、来てくれたか。信じられないだろうけど、僕は味方だ。リーダーの作戦を密かに妨害してたんだ。ネットワークに侵入できた。ライカーズにはバレてないけど、しくじってキーナーに感づかれたかもしれない。カフェテリアに来い。ヘイブンまで嘘の匂いが漂ってきてるわよ。注意して。ストライカードローンを検知。死体を検知しました。データを分析。身元を特定。テオ・パーネル。ローグエージェント死亡。一体どうなってるの？アイザックを信じるな。簡単に騙せる。もっと注意して。かかったで！Come on.
SHD データベースの顔認識記録をいじったんだな。侵入経路は修復した。もう大丈夫だ。パーネルの言うことは信じないで。あなたの気をそらしてチャンスを狙ってるだけ。同じような手口は見たことあるけど必ず失敗する。ただ命令に従うだけか。自分で考えられないのか。ローグのストライカードローンを検知。つまんないやつだ。位置のネットワークを検知。隣の診療所から信号を検知した。パーネルはそこにいる。3D 投影装置を検知。パーネルは自分のホログラムを作れるの？あんなやつ一人でも十分なのに。本気で信じてるのか？父さんは心臓発作だったって。ドクターはそう言っていただろ。父さんはタバコも吸ってないし、毎日走ってたし、ヴィーガンだった。ヴィーガンが健康とは限らない。フライドポテトも野菜だ。父さんは選挙資金法違反で大統領を弾劾した。またその話か。それに検視報告書が消えた。でよ、奴らは父さんを仮装にして証拠を消したんだ。ジギタリスって知ってるか？心臓を止める成分がある。報告書がなければ検査したかもわからない。父さんには敵がいた。ケンジントン上院議員も父さんの大統領選への出馬を潰した。ハリー、兄さん知ったのか？
ジェント、よく聞いてくれ。ディビジョンの機密情報を探ったら、組織的な汚職の証拠があった。トップまで繋がってる。ディビジョンとワシントンの腐った政治事情が無関係とでも思ってるのか。僕らは手を組むべきだ。パネルの信号が強くなってきてる。最上階のセキュリティルームにいるようね。電子機器を検知。ここに記録を保存してるのね。探ってみましょう。作動中ターミナル検知。ローグのストライカードローンも検知。セキュリティプロトコルを開始。さあローズ、お手並み拝見よ。今やってるケルソ。この程度ならアイザックですぐに解けるはずだ。教えるね。お前にこんな力は100年早い。
ャン完了。ファイル検出一件。音声を再生。調査の内容を知りたいか。魔法の言葉がなきゃダメだ。サーバーを消された。何もない。なら移動よ。パーネルを見つけないと。ストライカードローンを検知。敵の無線を傍受。ジャッジ、無線は切ってないよな。ああ、この事態はお前が解決できるんだよな。当然だ。今そっちに向かってる。ディビジョンもすぐ来る。備えろ。動揺してるわね。携帯機器を検知。僕の警備。ああ、はじめまして、テオだ。ジャッジ、判事か。死刑執行人もいる。保護が必要と聞いている。保護なんかいらない。あのな、俺たちが邪魔なのは分かってる。お前の大事な。わけのわからんもんを荒らされたくないってことはな。大丈夫だって。だが問題がある。あの赤いリングのせいでお前は標的になってる。ドラゴフは今お前に死なれては困るんだ。優しいこった。だからドラゴフがいいというまでここにいるつもりだ。正直言うと俺にとっちゃどっちでもいいことなんだよ。ディビジョンの間抜けがお前を殺しに来たら、俺はそいつを仕留めて手柄をあげるだけだ。そうか、それはいいかもな。まあ、それじゃあ僕はちょっと上にいるから。パーネルを見つけたら容赦しないで。次はもうないかもしれない。
てやるよ。体力はあんたのが上だ。僕はまだ逃げるけどね。どっちが正義か分かってるか。あんたは血にまみれ、僕は真実に近づく。いい、パーネルは信用できない。こっちを混乱させるためなら手段は問わないはず。油断しないで、奴を倒しなさい。